スパイファミリーより面白いかもしれん。皆さんこんにちは、ゆめぞうです。今回はダンスダンスダンスール第3話について語っていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。このチャンネルでは普段アニメの感想や考察、たまにゲーム配信もしております。ゆめぞうチャンネルもう少しで、ね、2000人いくので、ぜひぜひチャンネル登録してから見ていただけるととても嬉しいです。はい、ということでね、ダンスール第3話だったんですけど、めちゃくちゃ面白かった。マジでこのね、いや胸クソ展開なんですよ。前半胸クソなんですけど、後半ね、神展開。いやーこれ語らずにいられんということでね、今日は動画撮っていきたいと思います。まずね、主人公のライバル的なキャラクターであるりょうくんっていうのが学校に来るんですね。で、学校に来ることによってバレエをやってることがこのみんなにバレちゃうんじゃないかなっていう、焦っちゃうんですね、主人公。でもりょうくんっていうのはスタジオで会った時とはまるで別人で、すごい口下手というか、もう喋らないキャラで、いじられてもやり返さないっていうので、ちょいじめの標的にされちゃうんですね。しかもそのいじめてるのが主人公の一番仲のいい友達グループみたいなやつで、その主人公が、いや俺あいつ友達になれないタイプだわっていうことによって、このいじめの最終的な引き金を生んでしまうんですよね、主人公が。結果的には、でもやっぱ主人公はやっぱ友達がね、一番の友達が自分の嫌いな、ね、ルオー君を、ライバルであるルオー君をいじめてることを止めることはできなかったんで、別に俺嫌い好きじゃねえし、あいつのこと別にどうでもいいやみたいな、助ける義理ないわって感じで見過ごしてたんですよね。でそんな時に事件が起こっちゃうんですよ。そのいじめがどんどんエスカレートしていって、そのルオー君っていうのは元女優の子だったっていうのがみんなにバレちゃって、その女優が踊ってたダンスを踊れってステージの上で一人で女装して出しちゃうんだよ、合唱コンクールで。で、歌、みんなで歌えっていう、ね、めちゃくちゃ胸クソコールなんだよ。その学年全体が悪ふざけで歌えってやってね、乗っちゃってて、もうすごい嫌ないじめなんですよね。で、ルオンも何もできずに無言でずっと立ち尽くしてたんだけど、急にね、靴を脱いで、そこでバレエを披露するのよ。自分の得意なバレエを。もうルオンめちゃくちゃ上手で、かっこよくて、美しいんだよね。そんな、この堂々としてて。うん。それを見て主人公がボロ泣きすんのよ。自分はずっと一人で練習してきて、この男らしいって何なんだろうと考えてた。自分で一人隠れて練習して、かっこよくなりたい、男らしくなりたいって思ってたけど、それって何なんだろうって自問自答してたんで、その中で、このみんなでいじめられてね、恥ずかしい、女装させられて、こんな状況でもめちゃくちゃかっこよかった、堂々としてる、そんな踊りを見せつけられて、主人公ボロ泣きしちゃうのよ。めちゃくちゃかっこいいって。くっそって本気で悔しがるんだよね。でその後にまたルオーをいじめようとするんだけど、友達がその時にストッキングをね取って、ストッキングを自分でかぶって、めちゃくちゃ恥ずかしい格好じゃん。のルオーが女装してたのと対抗するようにね、このもっと恥ずかしい格好をしてみんなに宣言するんだよ。いや俺も実はバレエ習ってんだと、俺もっと上手くなりたいから、サッカー部もやめるし、バンドも一緒にできない、本気でバレエに取り組みたいんだって宣言するんだよね。このルオーのことは大嫌いだったけど、でもそのルオーが堂々と踊ってる姿がめちゃくちゃ男らしくて、その本当に男らしいっていうのはかっこいいっていうのは自分を貫けることなんだって気づいたんだよね。だから自分はもうバレエ一筋でいくと、サッカーもやめて、このバンドもやめる、友達も全部捨てる、バレエに全てをかけるってね、決意するんだよね。それをね、友達の前でね、宣言するっていうね、めちゃくちゃかっこよかった。いやー、もうほんとね、第3話でここまで、この感情移入できるキャラクターが出てくるとは思わなかったのでね、ほんといいシーンでしたよね、ここは。ね、この面白かったのが、この宣言した後にまたバレエ教室に戻るんだけど、その時にこの気合を入れてかわかんないけど髪の毛坊主にすんだよ髪の毛坊主にしていったら、あんたアホっつって、その坊主の王子がどこにいんのよって先生に怒られるっていうオチっていうね、本当ね、最初から最後ね、本当綺麗にまとめてね、素晴らしい第3話でした。マジで神回。本当これね、ディズニープラス独占配信がマジで残念すぎる。頼むから見逃し配信やってくれ。これね、見てほしいんですわ、本当に皆さんに。はい、ということで以上、ダンスール第3話の感想でございました。よかったら皆さんの感想もぜひぜひコメント欄に書いてくれるととても嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。